ストレッチは体を硬くします。やり方を間違えると、はい、ということでね、ちょっとなんか脅すような言い方でこの動画が始まってしまったのはちょっと申し訳ないんですけれども、言うてもね、この動画をご覧の方の中でも、今までこのストレッチチャレンジしてみたけれども、やったはいいものの全然効果が得られない、体が柔らかくならなかったとか、あとはやったはやるだけなんか筋肉が張ってしまって、なんか痛くなって、むしろなんか体が硬くなってしまったっていう方多いのではないかなと思います。本当の本当の結論から言ってしまえば、専門家の方に実際に見てもらって、どこが間違えてるのかだとか、その実際にね、体に合ったやり方をストレッチをやるっていうのが、まあ一番手っ取り早い方法なんですけれども、まあ言うてもね、この動画をご覧の方で、その時間の都合上それは難しいとか金銭的な問題で、まあできれば無料でやりたいなという方多いのではないかと思います。そういう方のための動画になります。はい。で、まあ、一般的にありがちなミスっていうのを今回は5つピックアップさせていただきました。でね、前提としてこの動画を作った理由といたしましては、皆さんに一番楽な方法で、すぐに効果が出る方法で、ストレッチをやってほしい。そういった思いで作っていますので、あれもダメ、ダメ、ダメ、これもダメ、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 という感じで、ね、これをやってはダメですよっていうのを5つ挙げたくせていただくんですけれども、それぞれの項目によって、じゃあ、どうすればいいのっていう解決方法というのも、述べております。ので、この動画を、できるだけそのポジティブに捉えて、ご視聴いただけると幸いでございます。本当に今そのストレッチを正しく行えば、すぐに簡単に楽に、体が柔らかくなるので、皆さんやっていきましょう。早速本題に入る前にですね、軽く自己紹介をさせていただきますと、僕こう見えても一応そのプロのバレエダンサーでアメリカで働いておりまして、言うてもね、そのバレエダンサーって言われると、小さい頃からずっと続けているからずっと体が柔らかいんじゃないのって思われる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、僕その中学校3年間の頃辞めていたので、きっぱり辞めていたので体がガチガチでした。でそこから今体柔らかくなっているわけなんですけれども、今回は僕のその経験則と、あとはその関係者とか専門家の方に聞いた知識とか、外国で得た知識っていうのを今回は噛み砕いて皆様にご提供させていただきたいと思います。でね、今回の内容は本当にストレッチ始めたての方ももちろんそうなんですけれども、まあまあまあ私柔らかいですよっていう方も割と結構ね、改善の余地があったりして、この動画からね、割といいヒントを得られるかなと思われるので、ぜひとも最後までご覧いただきたいと思います。それでは行きましょう。ストレッチは頑張ったらダメです。そう、これ何かと言いますと、2つ理由がございまして、1つ目は、ね、本当にシンプルなんですけれども、ストレッチはこう伸ばすのが目的なので、ここで、ね、筋肉をこわばらせてグッって力を入れると、それはもう全然伸ばすことができないので、そこはリラックスしてやりましょうということで、でね、ストレッチをやってる間にどうしても筋肉がね、こわばってしまうという方多いかと思われます。だいたい目安として痛気持ちいいぐらいっていうのを、目安にしてやるっていうのと、あとは呼吸がすごい大事になります。ただ闇雲にこうやってストレッチをグッグッグッってやるのもいいんですけれども、息を吸って吐きながらこう伸ばしてあげるっていうのが一番効果的です。ストレッチを頑張ってはいけない理由2つ目、筋肉にはですね、ゴムみたいな性質がありまして、伸長反射っていうんですけれども、こう筋肉をグー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 ってストレッチしたらした分だけ、逆に筋肉は戻ろうとします。頑張ってストレッチをやったらやった分だけ、なんか、筋肉がこうなんか張ってしまっているっていうのは、こうやってやって戻って筋肉がもう張ってしまっているっていうのが理由になります。解決方法といたしましては、ストレッチを、痛気持ちいいぐらいの負荷で行ったら、これマッサージを、行うといいです。例えばね、本当に若い年齢の子供とかだったらストレッチだけでもいいんですけれども、成長期が終わっている方であって、しかもその年齢がね、上の方であればあるほど、このマッサージを入念にしていただくとストレッチの効果を高めることができます。だから本当にそのストレッチを頑張るのは本当にすごいんですけれども、そのすごいエフォートを、別のところに活かしましょう。いつそのストレッチをやるのかっていうスケジュール管理とか、そのルーティン、毎日ストレッチをやるルーティン化っていうのを、頑張るのがいいと思います。エフォート、はい、ではストレッチやってみましょう。それでは足開いて、はーい、決め感じだね。ストレッチと聞くと、このね、横の開脚のイメージがすごい あると思います。僕らね、そのプロのバレエダンサーであっても、時間があるときはこう仰向けの状態から股関節周りをこうほぐしてスタートして、あとはお尻周りのこの筋肉をストレッチして、
あとは次太もも周りとか、そんな感じで順番にストレッチをしていきます。で、割とその横開脚っていうのは割とその最後の方になります。まあだからそのストレッチをじゃあ始めよう、じゃあいきなり横開脚っていうのはかなりの暴挙です。まあなのでその先ほど言いましたそのスケジュール管理っていうところでは、ストレッチに大体約45分ぐらい時間をかけていただきたい。最低でも10分、10分は取っていただきたいと思います。これはね結構ご存知の方多いのかなと思われます。ストレッチはすごいやるタイミングが大事ですよっていうことなんですけれども、まあ、お風呂上がりはすごい最高です。はい、まあ、本当に一つ注意点があるとすれば、結構ねそのお風呂上がりポカポカして薄着でどうしてもストレッチをねやってしまうと思われるんですけれども、そこでねどんどん体が冷えていってしまうと、せっかくね体温めたのにもったいないので、割とこう厚着をして汗がだらだら出てくると思います。タオルを拭きながら行ってください。あとは夜寝る前、これも最高。この夜寝る前にストレッチを行うことによって体のね歪みとかを直して、体は筋肉をほぐすことによって睡眠の質が上がります。そういった意味でもその寝る前にストレッチをやることはいいんですけれども、一つ注意点があるといたしましては、この動的ストレッチ、結構アクティブなストレッチをやるよりも、リラックスして一つのストレッチに大体20秒ぐらい、2、30秒ぐらいかけて行うのがいいです。っていうのもやっぱりその、アクティブにすると寝る睡眠をそれは逆に妨げてしまうので、リラックスして行ってください。でね、朝起きた直後っていうのは結構体が冷えて筋肉が固まっています。あと大抵の人は脱水症状、軽い脱水症状に陥っているのであまりおすすめしません。だからやるとすればウォームアップをしてからだとか、あとは動的ストレッチ、例えばで言うとヨガとかピラティスっていうのを朝やるのはおすすめです。で、このストレッチ自体は個人差はありつつも、大体持続効果が6時間って言われているので、まあ、だから本当に短期で2週間とか1週間でもう効果を出したいっていう方は朝方やって夕方もやって、で次の日また朝起きたら朝方動的ストレッチやって夕方静的ストレッチをやるという感じでスケジュールを組むと最高です。そもそもなんですけれども、ストレッチをやられる方でストレッチ自体が目的の方はまあいいんですけれども、スポーツをやっているからストレッチを頑張りたいとか、あと健康、あとは姿勢を良くしたいとは、その開脚もストレッチだし、上半身のこれもストレッチだし、これもストレッチだしという感じで全身をストレッチしていただきたい。だから僕はその先ほどそのスケジュールの時に45分間やっていただきたいと申したんですけれども、45分も何やるのって思われた方多いかなと思われます。その足の先から髪の毛の先まで全身をストレッチをすると45分間かかります。やり方に関しては僕一応動画出してるのでぜひ見てください。ストレッチをやられている方でね、携帯を見ながらだとか本を見ながら、あとはテレビを見ながらとか、やられている方多いかなと思われます。これね、まあ、トレーニングとかスポーツとかと同じで、ストレッチはその目線っていうのがすごい大事になります。まあ、実際その例えばで言うところですね、皆さん実際やってみていただきたいんですけれども、例えばここに携帯がありますとします。でこうストレッチをやるのと、これもいいんですけれども、このねストレッチでまっすぐ向いてこれと一緒に目線をこう横に反らしていくと、だいぶねこの効果ってストレッチされるという部分も、違うと思います。まあ、もう一個ねちょっと早めに、クイックね、例えばその開脚とかでもこうやってなんか携帯とか見ながらこうやってやるのもいいんですけれども、ここねこう骨盤を立ててでまっすぐこう目線を上げたままこうやるっていうのとではちょっと、だいぶ効果が違います。ちょっとでね、結構その YouTube でその YouTuber の方を見ながらそのストレッチをやってる方、多いかなと思われます。解決方法といたしましては、できるだけその頭の中で内容を覚えてしまって、こうしらみをしながら、あこれね、あ OK っていう感じでやっていただくと幸いでございます。でね、結構その一日のうちにあんまり携帯をねずっと触ってるのは良くないって分かりつつもなかなかそれを実行できないっていう方多いかなと思われます。ストレッチの最中に携帯を手放すとか、本当にそのストレッチに集中することによって瞑想的な効果も得られるので、本当にストレッチはメンタルにも、すごいいいのでやって効果はないと思います。だいたい30分とかあったらもう30分間もストレッチに集中する。はい、ということで以上が5つの項目になったんですけれども、結論から言ってしまえば継続が一番難しい。はい、お気づきの方いらっしゃるかなと思うんですけども、どの項目もね結局その解決策としてスケジュール管理だとかルーティン化っていうのを提案させていただきました。それほど継続っていうのが難しい。逆にそこをクリアできているのであれば、それに見合った効果を出してほしいっていうのがこの動画の趣旨になります。ストレッチ
頑張るあなたは美しい。体が柔らかくなるとね、健康にもいいですし、姿勢も美しくなって見た目も良くなりますし、精神的にもね、僕みたいに安定して全てが美しくなる。はい、そんな感じでね、途中でね、結構そのボールのマッサージのことだとか、ストレッチの全身ストレッチとか、実際どうやればいいのっていう方多いかなと思われます。この山会 TV の方ではですね、その初心者のための10分間開脚ストレッチだとか全身ストレッチとか、動画をいろいろ出していますので、チャンネル登録をしてぜひご視聴よろしくお願いします。この動画がためになったという方、高評価よろしくお願いいたします。まあ言ってもね、このチャンネルは普段その楽しい動画とかを上げさせていただいていますので、こういうなんかフィットネス関係の動画しか興味ないよっていう方は、一応そのプレイリストの方にまとめていますので、ぜひそこをご覧いただけると幸いでございます。はい、ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。And sail out of New York City.